こんにちは、ちゃんぽんです。私は、コンビニ配送を夜勤で行っているので、毎日夜に起きて朝に寝るという生活スタイルを送っているのですが、まあ、この仕事を始めるまでは普通に朝起きて昼に活動して、まあ、夜に寝るというものでした。というわけでね、この仕事を夜勤でするようになってから、生活リズムをほとんど丸々12時間ですね、ずらしたわけですが、まあ、初めのうちは本当に昼間寝られませんでした。でもね、昼間寝ないと夜の仕事が本当にきつくなってしまい、疲れがどんどん溜まっていってしまいます。まあね、それを改善すべく昼間に寝るためにね、いろいろと試しました。どんなことを試したのか。ということでね、まずできることとしてね、部屋を、ね、暗くしよう。昼間に部屋を暗くしようということで、実はね、この襖の奥がベランダになってるんですけども、それをなんと、この襖で塞ぐという作戦に出ました。そして、その襖と壁の隙間のから光がまた入ってくるので、そこを段ボールを貼って、ここにずっと見えてたガムテープで貼り付けて、っていうことをして、光が入ってこないように、そして音も入ってこないようにしました。あとはね、ベッドで寝るとき、最初のうちはアイマスクをして寝ていたんですけども、どうもね、それが、ちょっとゴムがね、邪魔で寝苦しかったため、まあ、ネットで探して睡眠ドームっていうやつをね、購入して、音と光を遮るようにしました。これが結構快適でね、まあ、実物がここにあるんですけど、ここの中にね、頭を入れて眠ると。するとこの壁になってる、鎌倉の部分ですね、これが音と光を遮ってくれて、結構快適でね、静かやしね、昼間でも視界は真っ暗になるんでね、結構おすすめですね。あとはね、睡眠導入剤をいろいろ試したりとか、あとはね、寝るのだっていう、ね、最近話題の製品を試したりとか、あとはいい香りのするアロマスプレーを振りまいたりとかね、寝る前に温かいミルクティーを飲んだりとか、まあいろいろと試してるうちに2ヶ月くらいでね、僕の場合は体が今の生活リズムに順応してきたっていう感じですね。やっぱりね、ぐっすり眠って仕事をすると体も楽やし、頭も働くということで、睡眠って大切だなというように感じたということで、今日は終わりにします。ありがとうございました。